はい、皆様おはようございます。1週間もあっという間に過ぎ、本日は土曜日の、深夜0時20分になります。お客様も皆様帰られまして、まかないの時間となりました。明日はお休み嬉しいなということで、今日はとことん飲んでしまおうかなみたいな感じでございます。もうチン生中一番絞り、もう3杯目に入っております。リザーブ、そして今日はですね、生しらすのですね、美味しい食べ方をご紹介したいと思います。湘南生しらすでございます。このしらすにですね、わかりますでしょうか。生しらすですね。はい、プリ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 でございます。非常にうまそうでございます。これをですね、どうやって美味しく食べるかと、申しますと、まず、お醤油ですね。お醤油は普通通りに、入れます。そしてで、秘密兵器でございます。こちらです。ごま油。ごま油ですね。ごま油を、たらりと垂らして、これでラー油とお酢を、ラー油とお酢を入れたら、餃子のタレになってしまいます。お醤油とラー油です。そして、レモンをキュッキュッキュッと絞ります。このタレで、湘南生しらす、いただいてみたいと思います。ですね、あらかじめ、おネギと生姜は、しらすの上に入っております。ではいただいてみたいと思います。いただきます。これうまそうです。最高です。たまりません。普通の生姜醤油でいただくのも美味しいんですが、このごま油醤油でいただく生しらす、大変美味しゅうございます。はい、それでは本日も最後まで無駄なしまかない道場、ご視聴誠にありがとうございました。本日はですね、生しらすの美味しい食べ方を動画にまとめてみました。それでは失礼いたします。明日はお休み嬉しいな。失礼します。